今回は下腹が気になる方におすすめなアブランニングというメニューを紹介していきます。腹筋500回よりも30秒で同じぐらいの効果が得られますので、初級者から中級者の方でもしっかり下腹に効かすことができます。動画を見ながら理論をしっかり理解してもらってエクササイズに取り組みましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下腹にすごく効きやすい、なおかつお腹をへこませる腹横筋を意識できるアブランニングというメニューを紹介します。簡単に言うと、腹筋を使った状態で走ります。まだイメージつかないかもしれませんが、動画を見ながらやっていくことで、あーすごく本当に効くな、下腹すごい使った気がしたなっていうのが実感できると思います。腹筋のメニューいろいろありますが、自分のレベルに合ったものを行うのが一番いいです。レベルに合わないものいろいろあると思いますが、それを行ってもフォームが崩れている、お腹以外に力が入っている、お腹をへこませる腹横筋インナーマッスルを意識できてない、そうなるとレベルに合わない腹筋メニューになるので、いろいろ試すことがまずは第一です。今回は初級者から中級者の方におすすめなメニューになっています。まず下腹をへこませるポイントとしては、息を長く吐きながら腹筋運動をする、息を止めない、首や腕足、できるだけ力が入らないように意識をする。そうすることで腹部のお腹をへこませるインナーマッスルに力が入ります。お腹をへこませるのは結局食事でしょ。そう思ってるあなた、腹筋が縦に割れている、横に割れている、そういった方の多くは筋トレをしながら食事管理をしています。筋トレをせずに食事管理だけ頑張っても内臓が下がってしまったり、骨盤が開いたり、体のラインが崩れたり、お腹の脂肪が減っても結局お腹は出たままになるんです。筋トレをしっかり行うことでお腹をへこませる力が身につき、プラスアルファで食事を管理すると理想のお腹が手に入ります。今回はアブランニングをしっかり効かすために、まずは寝たままで腹横筋運動をしてみましょう。それでは紹介します。まずは上を向いて寝ます。この状態で今腰に隙間が少しできていると思いますが、この隙間を埋めながら息を吐いてお腹をへこませていきます。この3つの動きがポイントです。この意識をしながら足を動かしていきます。足をゆっくり伸ばしていきながら、腰が浮く手前でゆっくり戻してください。腰が浮かずにできる方は足をしっかり伸ばして戻していきます。これを30秒いきましょう。息はできるだけふーっと長く吐いてください。お腹をどんどんへこませながら吐き続けます。それではいきましょう、スタート。ふーっとどんどん息を吐きながら、腰をつけたままです。すぐ腰が浮く人はもうこの辺から戻してもいいです。とにかく腰がずっと床についたまま息を吐き続けます。しっかり腰ついてますか？はい、OK です。今の3つをしっかり意識した状態で、今度は体を起こして足を伸ばして、足を動かしながら手も動かします。こういう感じです。もし足を伸ばして腰が浮く人は、ちょっと膝を曲げてもらって上体を起こして、こういう感じで走る感じです。これを30秒間やっていきましょう。息は長く吐いてください。しっかり下腹効かせたいよって方は、足をしっかり伸ばして走ってください。それではいきます、スタート。こういう感じです。スマホは見ながらでも置いててもいいです。できるだけ長く息吐いて、これがねすごく様々な方向に腹筋を動かしてます。なので腹筋500回よりも腹筋運動ができてます。しっかり息を吐き続けてください。腰浮いちゃう方は膝曲げて、こういう感じで走ります。はい、OK。ああ、これのいいところはね、同じ位置ばかりの腹筋を使ってなくて、腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋、インナーマッスルを使ってるので、お腹が痛えっていうのは多分ないと思います。今のところは。さあ、2回目いきましょう。それではいきます、スタート。とにかく走る、息
息を長く吐く、体をね多少ひねってもいいです。できるだけ息を長く吐く、手も大きく動かして、スマホ見なくていい方は手を伸ばしたまま動かしてください。もう少し、よーし、 OK。 あともう一回で終わりです。頑張りましょう。それではいきます。スタート、ラストです。ダッシュダッシュ。腹筋終わるとね、腰が浮いてくるんで、そしたら膝曲げてください。いける方は伸ばして、持たなくていい方は伸ばして。効くね。あと少しです。よーし、 OK。 うわー、奥に効いた。お疲れ様でした。これがアブランニングです。腹筋の奥をしっかり使うことができて、腰をつける、息を吐く、お腹をどんどんへこませる、それにプラスアルファ手足を動かすことによって腹筋がさまざまな動きをしています。そうすることで腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋が小刻みに収縮して、アウターマッスルの腹直筋ではなくインナーマッスルに効かすことができる腹筋メニューです。慣れてくると、初めの腹横筋運動を省いてメニューを3セット、動画を見ながら何度もやってもらえたら下腹が変わってきます。下腹ぽっこりが変わってくるときのいいことというと、反り腰が改善されるので足痩せしやすくなります。そして姿勢が正しくなりますので、結果的にお腹も引き伸ばされてお腹がへこみやすくなる。骨盤が正しい位置に戻ることによってお尻のたるみがなくなったり、プリッとしたお尻を手に入れたりすることができます。頑張って3回やったよ、1回しかできなかったよ、そういった感じのことはグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。